中国では建設工事が止まった未完成物件の購入者が住宅ローンの返済を拒否する動きが全土に広がっていますアナリストは住宅ローン返済拒否の波は単純な金融事件から経済事件に変わり最終的には政治事件へと発展して第20回全国代表大会を控えたこの時期の中共当局にとって処理しなければならない爆弾になるとの見方をしています今年4月から 河南省の複数の村賃銀行から預金が引き出せなくなり、7月12日に約3000人の預金者が銀行入り口に集まって横断幕を掲げ、抗議しました。抗議者らはその後、警官隊によって解散させられました。銀行が預金者に預金を返せばすぐに解決できるはずですが、中共当局は事件の収束を図ろうとしてはいません。アナリストはその理由について、 1>, 1つ目は銀行に預金者に返せるだけの現金がない2つ目は反習近平派が故意に習近平に恥をかかせようとしているのではないかと考えています今のこのような大規模な集団事件は習近平に最大の厄介事を与えていますですから習近平はこのような事件がインターネットを通して拡散してほしくないのですが 12日のニュースはインターネット上で野放し状態でしたこれは明らかに習近平の力がコントロールを失った一つの空間なのですこれと同時に不動産開発企業と取引しているサプライヤー企業も不動産開発企業からの資金回収ができず銀行ローンの返済を拒んでいます全国21の省の200人以上の未完成物件購入者が住宅ローン返済拒否を宣言していますが 関連の未完成物件は200棟以上に上にり総額1兆元を超えます世界銀行の中国経済概要報告のデータに基づくと仮にサプライチェーンを考慮に入れた場合不動産業界は中国の GDP の30%を占めているが APEC 参加国ではわずか5%にすぎません中国経済は不動産に大きく依存しているためもし中国の不動産物件が値崩れを起こしたら 中国経済に未曾有の嵐が派生する恐れがあることが予測されます不動産は中国の GDP の30%を占めていますがテコを入れると何倍にひっくり返るか分かりませんですから不動産市場が崩壊した場合損失額は中国の1年間の GDP を上回る可能性があり非常に恐ろしいのですよって不動産市場の現在の嵐はドミノ倒し効果を生み出す可能性があります 今回の金融の嵐は、我々が人類史上まだ見たことがないものになるでしょう。商店領氏は、未完成物件は全国に存在し、地方政府に頼ってもすでに挽回できないほど事態が悪化しているため、第20回全国代表大会の前に、中共は必ず市場救済するはずだと考えています。開発業者に資金提供して借金の借り換えを行い、未完成物件問題を解決すると見ています。 中共は何が何でも不動産市場のこの爆弾を第20回代表大会の前に爆発させるわけにはいきませんこれは中国の失政における感性に対する私の一種の予測です NTD ジャパンがお伝えしました